じゃねえか。Yeah!
だいけるぜ。するぜ。イグニス。任せろ。オラだ。オラだ。ここだ。セイだ。セイ。
するぜ。やれやれ、なんとかなったか。Bye.
し、行けば。
スドライブ。戻ってきたか。成功したみたいね。篠宮君、そちらに転送するわ。追跡をお願いできる？ OK。 僕の強化パッチを当てた探知アプリの性能を見せてあげるよ。アリアドネっつったか。ヒイラギも使えたんだな。ええ、もともとネメシスが開発した対異界魔術だしね。ライセンス料を払う形でゾディアックでも使っています。裏の世界の沙汰も金次第か。とにかくこれで元凶の尻尾はつかめたわけだな。はい。ですが、あの天使型の力は魔女の眷属を超えていました。霧ほどの影響はありませんが、総力を挙げて挑むべきでしょう。ああ、覚悟を固めて乗り込む必要がありそうだ。いよいよ決戦ですね。お疲れ様です、お嬢様。京花さん、お疲れ様です。もしかして？はい、先ほどリオンさんの過去の調査が完了しました。そちらの状況はいかがですか？ええ、こちらもちょうど眷属の捕捉に成功しました。これから早速追跡を。そうでしたか。京花さん、リオンさんの過去について報告いたします。東京迷彩の被災者というプロフィールを足がかりに調査を行った結果、ゾディアック内のデータベースに彼女の名前が見つかりました。ゾディアックの？どういうことですか？10年前、重傷を負ったリオンさんは森宮総合病院に運び込まれたようですが、手術後ごく短い期間異変が発生していたそうです。今回の一連の事件と酷似する声が
起点とみられるものが。それってまさか。天使付きは言うなれば人を眷属に変える現象です。いずれは天使そのものと化し異界の住人となる可能性すら。10年も前からあいつは天使付きだったってのか。どうしてそんな情報が今になって。森宮総合病院は北斗の出資先、異界症例ならもっと早い段階で出ていてもおかしくは。それがごく最近意図的にデータが抹消されたようなのです。データベースへのアクセス権限を持つ何者かによって。気な臭くなってきたな。まさかオルデンが。いえ、さすがに部外者がゾディアックのデータベースを改ざんするのは不可能なはず。まさか。目標の進路を確認したよ。方角は森宮総合病院だ。目が覚めたかい？誰？ひょっとしてファンの人だったり？悪いが低俗な出し物には興味がなくてね。僕が認めているのはあくまで君の歌声。世界すら変えることのできる天からのギフトだけさ。は？意味不明なんですけど。それに低俗って言った？あなたにスピカのって記念ライブ。おっと、無理はやめたまえ。それにもう手遅れさ。そろそろ始まる時刻なんだろう。悲しむことはない。むしろ君は喜ぶべきさ。新たな存在に生まれ変わる輝かしくも記念すべきこの日をね。何のこと？おかしなことばっかり言って。あなたひょっとしてそれ系？そう怖がることはない。君もとっくに気づいているんだろう。全ては10年前、天使をその身に宿した時から始まっていたことを。天使。言ったろ、怖がることなど何もない。その力は実に素晴らしい。君にとっても僕にとってもね。さあ現れたまえ。これなるは目覚めの時。今こそことほがせてもらおう。さあ見せてくれ、その翼の真なる輝きを。
シノゴの言ってる暇はねえ。とっとと病院に向かうぞ。ええ、通りに車も手配しました。急がないと。お前は廃工場で見たクロノスリッタ。どうやら先を越されたようだな。手負いの眷属、この手で滅するつもりだったが。あんた大胆不敵な野郎じゃねえか。刻印騎士、一体どういうつもり。どこまでオルデンはこの件に関わっているのですか。ネメシスの霊剣使い、ゾディアックの白の巫女よ。お前たちに用はない。とうこの先は七かの魔女をも超える最悪が待っているはずだ。表の人間の身でこれ以上関わるつもりか。 XRC 部長。 XRC のことまでわざわざ調べたってわけ。危険なんざ宣告承知だ。それでも俺たちは選んだ。だからこそここにいる。久我山とスピカたちの思い、ファンたちやライブを応援する森宮のみんなの思いも受けてな。時坂くん言うじゃねえか。あんたには昨日助けてもらったが、止めようってんなら話は別だ。通用するかわからねえが、相手になってもらおうか。私も助太刀します。まあ、荒事なら加勢させてもらうぜ。ん？ちょ、こんなところで出るなら私がいいだろう。ならば示してみせるがいい。お前たちが届くかどうか、さもなくば天使付きは私が滅する。くっ、あいつ彼は本気よ。少なくともオルデンならば。とにかく急ぎましょう。先を越されないためにも。
だから最後まで頑張ってくれよな。これは…クソ!遅かったか!学園の時と同じってこと？現実世界そのものを侵食するイクリプス。お嬢様、皆さん、京花さん、状況は？周辺の封鎖と近隣住民の避難は完了しました。ですがやはり入院患者や医師、看護師の方々が取り込まれてしまったようです。その中に久我山も含まれてるってわけだな。いや、中心と言うべきかな。やはりリオンさんが。ええ、おそらく異界化の得意点となったものと思われます。ミクリア様によって無理やり目覚めさせられる形で。あの野郎が。やはりそうでしたか。ミクリア財閥の御曹司、ゾディアックの幹部候補だっけ。でもどうして味方だったんじゃないんですか。残念ながらゾディアックは一枚岩とは言えない巨大組織です。とはいえここまでの暴挙、ミクリア様の独断としか思えませんが。なんて愚かな。いいえ、私の責任ですね。どこか様子がおかしいと気づいて叱るべきだったのに。だったら力ずくで止めりゃいい。俺たち自身の手でな。ああ、何を企んでいるかはこの際どうでもいい。だが苦しんでいた久我山を利用するつもりなら許さねえ。XRC の最初の仕事、今こそ果たすべき時でしょう。行きましょう、美月さん。ええ、私も腹をくくります。京花さん、外のことはよろしくお願いします。受けたまわりました。どうかお気をつけて。そんじゃあ行くぞ。